続いて基本問題2の解説をしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。えー、こちここに書いてますように。教育課程のお話になります。あの教育課程というのは我が国でもですね。あの教育課程の例えば学習指導要領の所属権によりますと、教育課程には要素と。それから教育課程には領域っていうのが示されています。で、ここでいうですね。あの教育課程をですね。あの非常にもっと講義のですね。 あのものになりますでどのような種類があるのかってことをですねあの今日皆さんと学習を進めていきたいというふうに思いますであの最初はですねこちらの,あのカリキュラムについてですねお話をしていきたいというふうに思いますでこれがですねあのカリキュラムの類型ということになりますけどカリキュラムにはいろんなあの種類がありますのでそこを順を追って見ていきたいというふうに思います で最初はですねここの教科カリキュラムっていうふうに書いてありますけどもあのご覧になっていただくと分かるように国語数学算数ですね理科社会っていうふうにそれぞれの教科やそれからもう一つ科目がですね独立してあの、まあ、存在するものをですねこのように教科カリキュラムっていいう,うに言います,です、ね、でその時にあの実際の教員採用試験ではですねあの必ず使われるような用語っていうのが出てきます。 今一つお話ししましたのは教科や科や目ですねそれから独立してもしくは一つ一つのって用語はですねこの教科カリキュラムでは外せない用語になりますので合わせて押さえておいていただきたいというふうに思います。でそれから次はですねこの相関カリキュラムとそれからこの融合カリキュラムですけどもあの実際のですね採用試験の問題の作成者はここをですねあの2つを区別させる問題をたくさん出してきます。 でそれはですねやはりあの紛らわしいということになりますので、えー、皆さんはですねしっかりあの交通整理をしていただきたいというふうに思いますあの相関カリキュラムは、えっと、地理と歴史と公民というのがありますとそれをですねそれぞれ関連づけると関連性を持たせるということになりますあの知識的な学習って言葉がありますけどもと例えば えっと、ある土地についてですねその地理的なことを勉強してそれとセットでそこの土地のです、ね、歴史的なこう古いところから勉強していくとでそのようなことがですね関連させるっていうふうに言うわけですでそれこそがあのここで言う相関カリキュラムっていうことになりますでそれからもう一つはですね融合カリキュラムっていうのがありますですねでこの融合カリキュラムは同じようにですね地理と歴史と公民をですね、えっと 全部一緒にして社会科として扱うということになりますでここで言うですね違いは何かっていうと違いはですねこの「融合」って言葉と「相関」って言葉にですね注意をしていただきたいとで相関っていうのはあの2つ以上のものを関連づけることを言いますですね関連づけるわけですで融合って何かっていうと融合はいくつかあるものをですね1個にするっていう意味があるわけです でそ,このそこのところのですね言葉の使い方をですねぜひお間違いのないようにしていただきたいというふうに思います。それからですね次は高領域カリキュラムですけどもこれはですね大学で行うような例えば文学教育学社会学をですね人文科学というふうに大学では使います。 それから同じように医学や数学物理学は自然科学として扱うわけです。まあ、高校でも理系や文系という言い方がありますけども、まあ、もう一つですね下の,あの大きなですね学問領域の分け方になります。これを高領域カリキュラムというふうに言います。 でそれからあのコです、ね、コアカリキュラムってありますけどもあの真ん中にです、ね、活動領域これは教科でも構いません実はそしてあの周,あの周りに教科、ね、を配列してそれがです、ね、それぞれ関わりを持たせるというようなです、ね、カリキュラムのやり方をコアカリキュラムというふうに言いますでそして最後ですけどもあの経験カリキュラムですね あのこれはですねあの留意が実践したような留意の「学校と社会」って本の中に出てくるんですけどもあの旗をですねこう折る時にですね旗折りだけを子どもたちが経験するのではなくてそこから洋服の文化やそれから歴史を勉強していくと。 でそのために例えば旗織りをまあ興味を持った子に次は少しこの洋服について、えー、どういうものが発展してきたかまたは歴史はどういうものがあるかってことをですね合わせて勉強するような子どもたちの経験に基づいた目標や計画を立てていくことをですね経験カリキュラムっていうふうに言うわけですでここをですね前段として知識として抑えて、えー、次の問題に進みたいというふうに思いますで基本問題2ですね カリキュラムについて述べたものとして正しいものを全て選びなさいということになります。で、丸一番ですけども、教科課程の伝統的な形で伝達されるべき教科内容を教科科目として整理区分し、えー、学問体系を背景に教材を論理的な順序によって系統的に構成したものってありますけども、先ほどお話をしましたように、教科や科目ですね。 それから整理や区分とかってことが出てきてますのでここはですね強化カリキュラムっていうことになりますですねそれから2番目ですけど全ての教育活動の核となるですね強化科目や活動領域ですねを設定しその周辺に関連する強化科目や領域周辺過程を配置して教育内容全体を有機的に 統合するものを高領域カリキュラムというとありますよね。でここでも先ほどお話をしましたように核となる言葉を見つけていただきたいと。それは何かって言うと核、えー、となるって書いてありますけどもそれがまあ小カリキュラムのことになるわけです。それからその周辺にですね、えー、科目や領域を設定すると。 周辺家庭というふうになりますけどまさにですね真ん中にコアとなる活動領域があってその周りにですね教科や活動領域があるというふうにですねそれがまあここですとそれから3番目ですけども既存の学問や教科の体系を廃し子どもの興味関心欲求などに基づき生活場面での実践的経験が生かされる 教育内容によって構成されるものを経験カリキュラムと言うということになりますよね。で、あの、子供の興味関心ですね。先ほど言うように留意の機織りのところからですね。えー、と載せることができますけど、全く同じことを言ってますので、まあ、これは経験カリキュラムとして正解ということになります。 それから4番目ですけども教科科目の区分は保持しつつ関係の深い複数教科科目間で相互に学習内容の関連性を持たせることにより教育効果の向上を図ろうとするものをコアカリキュラムというとありますよ、ね、これをですね、えっと、注意していただきたいのはこの「関連性」って言葉です。 で先ほどお話をし,しましたように関連性と出た時にはですね相関カリキュラムでしたよねそして一つにまとめることをですね融合っていいますのでここは相関カリキュラムの記述ということになりますですねそして次に最後5番ですね複数の教科科目などを共有する用法に基づいて融合ですよねですかで、えー、そして新しい教科や科目に再編成したものを 融合カリキュラムというとありますのでこれがあの複数のものをですね一個にするっていうですね意味がありますのでこれも融合カリキュラムとして正解ということになります。ですね今のようにですねあのこの教育課程のところもっと広くはカリキュラムのところですけどもあの問題の作成者も今お伝えをしましたようにどの用語を使うかということをですねあの厳密に 考えてですすね作成されてるっていうことが伺えますでそのため今お話をしたように例えば中核となるとかそれから関連させるとかいくつかのものを一つにするとかってことをですねあの用語を押さえていただいてあの確実にですねカリキュラムの類型を答えられるようにしていただきたいというふうに思います。